エンニョカッパサはイタリアのファッションデザイナー。イタリアのレッチェ県出身。ミラノを拠点とするハイファッションブランドコスムナショナルの創始者であり、1986年にブランドを立ち上げて以来、その独特なシャープでエッチーでセンシュアルなデザインで世界的に知られている。ミラノのアカデミア・ディブレラで建築を学んだ後、東京に渡りファッションデザイナー。 山本洋次のもとで2年間働く。1986年イタリアに帰国、兄のカルロカパサと共に、ファッションハウス、コスムナショナルを立ち上げ、レディースコレクションを、同年のパリファッションウィークで発表した。エンニョカパサは、ハードロックやファンク、1960年代のイタリア映画や、ボディアートに影響を受けている。ミック・ジャガー、ウィリアム・デフォー、ニコール・キットマン、 キャメロン・リアス、キアヌ・ムリーブス、ケイト・ブランシェット等、大勢のセレブリティたちが彼のデザインをツアーやレッドカーペットで着用している。1986年最初のレディースコレクションをパリのファッションウィークで発表。このコレクションで独創的かつセクシーなフォルムでありながら、普段着としても着こなすことができるスタイルを打ち出すことに成功し、 エッジーシックという表現で多くの高い評価を得る。1993年にはミラノで初のメンズコレクションを発表。フォーマルとカジュアルの境界線をなくすと同時にスーパースリムなシルエットを考案。同年以降、メンズコレクションの発表は毎年ミラノで行われている。百九十五年、初の期間点をミラノにオープンし、以降、ローマ、ロサンゼルス、 東京、ニューヨーク、香港とワールドワイドにショップをオープンさせていった。レディース、メンズの規制服、ライン、ランジェリー、香水、コスメティックなどのプロデュースに加え、2004年には若者向けのファッションライン、CNC もスタートさせた。また、環境問題に関する各プロジェクトに積極的に関わっている遠慮カパサはコスムナショナルのプロダクトにも、 エコフレンドリーな素材を用いることがあり、その一つとしてソーラーパネルを埋め込んだどんな種類の携帯の充電も可能なソーラーバッグを発表している。2009年にはそのバッグをベストエコフレンドリープロダクトと評価され、キ・イーキアワードを受賞している。1998年、舞台フリーダ・エス・ミラーの衣装を手掛ける。1999年には ミラノコンテンポラリーアートパビリオンでのライブレッド、ブラッド、トランスフォーメーショントランスフィグアーション、インコンテンポラリーアートにおける舞台のセットやステージングなども監修した。2002年には再び舞台、レレゴレデルアトラーツユネの衣装もデザインしている。2005年、もともとモーターバイク好きであったエンニョカパサはルカキとコラボレーションし、限定版のアクセサリーを発表。 翌年には CNC とドカティのコラボレーションとして限定マシーンのブラックドゴを発表した。2010年、自動車メーカーであるアルファロメオの TZ さん、ストラダーレのインテリアをザガートと共同で作り上げている。2011年、東京、南青山にアート、建築、デザイン等様々な分野を横断的に移動しながら、 より鮮明的なコンテンツを提供していくためのスペースをオープン。建物の名称はコスムナショナル青山コンプレックス。2007年コスムナショナル創立21周年記念として様々なプロジェクトを発表。ウォッカメーカーのアブソルートの限定ボトルをデザインしたり、自動車メーカーのアルファロメオとコラボレーションし、限定生産の 147CNC。 コスムナショナルも発表している。また21周年記念として、香水21コスミーナショナルを発表したり、ブランドと遠慮かっぱさの21年間の軌跡をまとめた、フォトブック21コスムナショナルも制作した。このフォトブックには、テリー・リチャードソン、ピーター・リンドバーグなどの著名なフォトグラファーが参加し、ウィリアム・デ・ォー、レニー・クラビッツ、マドンナ、キャメロン・ディアスなど、 カッパさと信仰があり、同ブランドを愛用しているセレブリティたちを取り下ろしている。ありがとうございます。